こんにちは。オカルトとスピリチュアル。オカスピクリエイターのツッキーです。前回、去年の10月に第1回一人百物語をしたんですけど、その時はね、とある物件の一室をお借りして動画を撮ったんですけど、今回はね、私5月に築43年の木造アパートに引っ越しまして、ここで月子の呼ばなし形式で、 画像とたまにちょっとだけ動画をぶっ込んだりして、音声メインでいきたいと思います。<noise> 昔は人間が生まれると体の中にね、虫が住んでいて、それがその人の感情に影響するって考えられていたらしくて、あんまり良くなく赤ちゃんとか、 寒の虫を取るっていう儀式をやったりしてたらしいんですね。でそこから今もなんか良くない予感がしたりすることを虫の知らせっていう言葉が残ってるんですけどうちね、前の家にちっちゃい雲が何匹かいたんですよ。でそのちっちゃい雲ね夜雲を見るのは縁起が悪いっていう迷信とかがあったんで やたら駆除するのはあれかなと思って、おっかが見つけて殺さないようにどっかポイってすると、少し経つとまた同じ場所に戻ってきてるっていう。なんか愛着が湧いて、そのモたちも一緒に暮らしてたんですね。約30年ぐらいか。うん。で去年の12月になって急にね、そのモが立て続けに2匹、 ある時、地面でなんかもがいてて、くしゃくしゃーってなったみたい。で、しばらくすると、様子見るともう死んじゃってるってことがあってね。その直後の12月24日に、お母が心臓発作で倒れてで、そのまま50日、意識が戻らないままで亡くなったんですね。あれは、虫の知らせでした。 起こしてから1人なんでね夜はずっと心霊系動画を見ているんですけど、まあそればっかりじゃないけどね、心霊スポットに行く動画でよく口笛とか、あと裏拍手とか、あと 19Hz ってなんか人には聞こえないような周波数の音を流して霊を呼ぼうみたいな検証をしてるんですけど、あれってね、 動画の中だけの影響なんだろうかって最近急に思い始めてでよく画面でねなんか影響があるかもしれないですみたいな動画書いてあるのが多いんですけど全然自分に対して書いているものだと認識してなかった景色みたいに思ってたからでパソコンとかスマホのスピーカーで再現される周波数って元の とととちょっと違っっ違たたりりすすするるのかもしれないない思ってたりするんですけどね画面とスピーカーを通してうちに霊が来てあるいはもともといる霊がなんかしてるんじゃないかって思う時が最近あるんですよねで例えば天井から吊るされていた昭和感あふれる電気の傘あれをうちから照明は持ってくから 引っ越す前に撤去してくださいって、あの、不動産屋さんに頼んだんですけど、OK ってもらってね、引っ越し当日行ってみたらまだぶら下がってて <laughs>、で、数日はその照明で過ごしたんですよね。で、夜、その怖い動画見て、で、まあ電気消して寝ようって思ったら、電気の傘が鳴るんですよ。他はな特に鳴るとか,聞,か聞こえなかったんですけど、 でそれが何日か続いて寝ようと思った時になると目が覚めちゃうんでねもうあの寝る部屋の電気は娘の旦那さんに頼んでシーリングライトに変えてもらっちゃいましたディスクを回避し安眠を <laughs> 今は昼間の3時ちょい過ぎぐらいで さっきまでめっちゃ風吹いてたんだけど今は風が収まって雨もやんで何の音もしないちょっと今心霊系動画見ながら撮ってるから <laughs> ちょっとそれの音とか入ってるかな静かですでここ数日のことなんですけど猛暑でね すんごい風が強いんですよね。でも、風が強ければ多少暑くてもマシかなと思って、隣の部屋とお勝手の窓を開けてるんですけどね。部屋のドアを閉めると、私が寝てる部屋、ドア閉めるとよく風圧で揺れて、あのドアのレーンの部分がカタカタ鳴るんですよね。で、それがね、本当に一日に一回、 一回か二回ぐらい、しかも夜だけ、コンコンってノックみたいな音がする日があるんですよ。もうこれも怖いから、部屋のドア今度全開で寝ようかどうしようか。でもエアコンがね、効かなくなっちゃうから、ちょっと困っちゃうなと思ってますえ。古いけどすごく綺麗にしてあって、日当たりもいいしね、気に入ってるんですよ。 でもなんでこの数日そんな急になってるんだろうって思ったらねこの前ね平の正門さんを祀る正門塚でおカスピクリエーターとしてたくさん楽しんでもらえるように頑張るので怖いことをたくさん起こしてくださいってお願いしたからかもしれないです。<laughs> し縛りってあったことありますかえー、第1回一人百物語で出てきた食品製造工場のたった一人の社員さんはものすごく怖がりだったんですね。二人で残業してるとなんかちょっと不思議な音がするあ。物がなんかずれた音とか。そういうのがすると私も怖いんで逃げるんですけど。 その社員さん、私を追い抜いて逃げるくらい怖がりだったんですよ。その社員さんが怖がりになったきっかけっていうのが、小3の頃、小学校3年生の頃ね、夜家族と寝てたら、金縛りになっちゃってで、それが初めての金縛りで、布団の中の両足をね、何かがガーて掴んで、ズルズルズルってこう下に引っ張ったんです。 足の方向に体引っ張られて、布団の中に頭がズボて入っていって、真っ暗でね。で、助け呼ぼうとしても声が出ないって言うんですよ。で、それがきっかけで、しばらくもうトイレも一人で行けなかったって言うし、で、金縛りって脳が起きていて、体は寝ている状態って言われてますけど、私も初めて金縛りになった時ね、 体が急に重くなってあその前にねキーンって耳鳴りしたんだ。でそれで体が重くなって重みで両肩が布団にこう沈んでいったの。こうギューって。でただ寝ているだけじゃない場合もあるんだって思ってます。私一人旅が大好きで。 いろんなデザインの鉄道とかね、バスで知らない道を通るのがすごいたまらんのですけれども、15年くらい前、7月にね、北陸地方に遊びに行った時かな、駅から中距離バスに乗ってあちこち行く途中で、空き地の草むらの中にね、ポツンと人が座ってみたんですよ。なんか、人にしてはなんか銅が長いみたいな。雑魚竹。 っていう感じでだんだん乗ってるバスが近づいていってよく見たら捨てられた車のシートだった一つだけポンって捨ててあってそれがなんか変な風に斜めに曲がっててこっちを向いてるように見えるでヘッドレストがねザクって切って切ってあるってうかまあ切れてたんでしょうねなんかで,でそれが割れてね横に切れて割れて口をこうバカ でそれがもうなんかねギャーなのかウォーなのか分かんないけどそういう言葉にならない感じでこっちに叫んでるみたいに見えてそれを見た瞬間把握した瞬間右の二の腕から首にかけてゾワゾワーって寒くなって鳥肌がすごくてあれはね 人が座っていたものだったけれども、もうあのシート自体が私に気がついてこっち見てたんだと思ってます。<music> でなんで落ちているのかわからないものってたまにありますよね。で、この前は駅の階段で部分入れ歯落っこってたのはブログでちょっと書いたんですけど、<laughs> えー、私が中学校の3年の時かな。友達のお父さんが車の工場で働いていて、で、その夏休みの間だけアルバイトしていいよって言われて、<laughs> 学校に内緒でその友達とアルバイトしてたんですけれど。帰りに車で迎えに来てもらう時に、ちょっと待ってる間、ちょっと 周りをね、ブラブラ歩いてたんですね。なんか行って帰ってばっかりだったから、他の場所何があるんだろうって感じ。そしたらなんか草っぱらみたいなところに、あの、和式の便器が起こっていて。で、しかも、なんかあの、女の人が出てる大人な本とブリーフが捨ててあって。で、友達とギャーギャー悲鳴上げながら逃げたっていう。 これは一コアですよ。2> 第2回、一人百物語、いかがだったでしょうかえー、霊とか、なんか、スピリチュアルもオカルトも、脳が感じるエンタメだと思っています。人それぞれの中に本当があるし、気のせいとかもあるだろうし、 嘘もあるかもしれない。でも、どう感じて、どんな風に楽しむかが大事かなって思います。なんか、本当じゃないから、インチキだって怒るとか、なんか、怒ることなくない一緒に楽しんじゃえばいいのにって思います。<laughs> そんな感じで、第2回、一人、百物語。 えー、最後はね、ちょっとわけわかんない一コアな話で終わっちゃいましたけど、これからも怖い話たくさん集めて話していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。